一丸俊行き月20日から1945年3月26日は日本の海軍軍人である。最終階級は海軍中将、佐賀県東松浦郡、栗村出身、日本海軍の航空操造機のパイロットである。訓練飛行中に操縦策が切れ、搭乗機が墜落し右大腿骨、頭蓋骨、顔面を骨折した。再手術を行うなどして、 療養生活は3年近くに及ぶ。復帰後、ヨカレン設立委員長となり、ついで初代部長として、教育に当たる。10の指導は教育学的にも評価され、10はヨカレン育ての親と言われる。太平洋戦争において、第21航空戦隊司令官として、南方戦線で指揮を取り、ついで第13連合航空隊司令官として、内地防空に当たる。 1944年に第27航空戦隊司令官として洋島に赴任し、翌年の陽島の戦いで戦死した。一丸の戦死の状況は明確ではないが、アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトに宛てた手紙を残し戦後、有名となる。手紙はアナポリス博物館に保管されている。なお一丸は同期生で自決した草刈英二とは親友の間柄であった。 1945年3月26日未明、日本軍洋島守備隊は最後の組織的反抗を行い、栗林忠道陸軍中将、一丸海軍少将以下、数百名の残存部隊がアメリカ軍陣地へ総攻撃をかけた。一丸少将は遺書としてアメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトに宛てた、ルーズベルトに夜る書をしたため、これをハワイ生まれの日系にせい。 三上広文兵装に英訳させ、日本語、英語核一通を作り、アメリカ軍が将校の遺体を検査することを見越して、これを村上春主義隊員に渡した。村上隊員は最後の突撃の際に、これを海中に抱いて出撃し戦し、ルーズベルトに、ヨフル書は、目論み通り、アメリカ軍の手に渡り、7月11日、アメリカで新聞に掲載された。それは、 日米戦争の責任の一端をアメリカにあるとし、ファシズムの打倒を掲げる連合国の大義名分の矛盾をつくものであった。共闘の前線により、かつくヒットラー総統を不相得るとするも遺憾にして、スターリンを首領とするソビエットロシアと協調を戦とするや、なお公式な戦死日は決別の電報が打電された3月17日とされている。 一丸の最後を確認した者はおらず、遺体も発見されていない。一丸が所有していた刀を米兵が拾い、ニュージャージー州の骨董店に並べられていたが、一丸の遺品であることが判明し NHK のテレビ番組を通じ遺族のもとへ戻っている。AB、太平洋戦争名称優勝騒乱、土門周平、海軍中将、一丸歳の助フハット AB、海藻の日本海軍、 一丸海軍少将の遺書、ああ、草刈少佐、一丸の之助、心兄、草刈英二治君ハットグリーティングオブオーガスト2001、和訳、ありがとうございます。